始めるあのきっかけになった大好きな曲です。人生でもいろいろ楽しいこととか辛いこととかあるけど、そんな辛い時にこそ笑顔でいようっていう歌です。Thank you.
アップテンポで歌います。She brings me close to love.
夢が叶いますように。ちょっとあの歌はこれで終わりなんですけど、ちょっとネタを皆様あのブルゾンジェミって知ってられるでしょうか。そのネタをちょっとね、なんかね、面白いなと思ってで、こんなんですみたいな、今日はフルなんて目の前やし、みたいなこんな前にいたんや、みたいなちょっと頑張ります。ちょっとあのめっちゃ上がってるんで、めっちゃ緊張してるんで、ちょっとそれでもめっちゃ練習したんで頑張ります。Thank you.
とう。小山くんありがとう。小山くんありがとう。女生まれてよかった。35億男に生まれてよかったいやもうね、もうこの後でやるっていうのね、言った時にもうどうなることかと思って心配してましたけども、いやノイジーお笑いライブにようこそお越しいただきました。お花見ライブですね。今日もちょっとね、桜の咲き具合が残念だったんですけどもね、その分こちらで楽しんでいってください。これからはジャズスタンダードを3曲歌わせていただきます。最初の曲、その前に、もう一度メンバー紹介できております。オンピアノ西本隆オンドラムス幅広道そしてボーカルは、上海マフィアと呼ばれてます、小山でお送りします。最初の曲は、春ですので、ハッピーな曲を3曲用意しました。最初はチークトゥチーク、あなたと頬と頬を寄せながら踊れたらそれでも最高なんだと、そういう歌です。
いつも君のそばにいるよ、誰よりも愛してます、そういう曲です。カムネーマイカムシャイン。
ございました。まあ、早くも最後の曲になっちゃうんですけども、I thought about you、電車で旅行に行くんですけども、窓の景色を外眺めにつけて、何かにつけて、その自分の恋人のことを思い出してしまう、そういう曲です。カムレイヤーかもしれない。失礼しました。説明はそうでいいんですけども、曲名は I thought about you です。失礼しました。
橋本です。まあね、最初の驚きというか興奮冷めやらんまま職に行かせていただきたいと思います。最初は、ソニー・ロリンズのセント・トーマスからです。はい、合わせますね。
ドンドンです。はい、かわいい曲言ってるつもりなんですよね。え、はい、なかなかうまい曲がまあいいんですが、で、あと今日3曲目モデルファーストの最後になりますけども、ちょこちょこ文句の曲を吹いているのですが、セロニアス文句の曲で Will You Need Not という曲です。そうですよね。
じゃあ、 ファーストは3曲で終わりですんで、セカンドはちょっともうちょっと勢いに任せる曲を用意しております。はい、いつも通りの。でこの後は、ギターのキヨ君にしていただきたいと思いますが、あ、キヨのキヨ君はギターでして、あ、ながらいつもチューニングで僕が弾いてまして、よくチューニングでライブを出てるんですが、今日はもう終わっていいと思います。終わってます。じゃあ、あとはキヨ君のギターでお楽しみください。Thank you.
次は歌い手を呼びたいと思います。チューニングしてる間に、ちょっと呼びたいと思います。ノイズィー、今田あ、あれもう一曲ぐらいあんのかな。この曲だけはちょっとギターとボーカルのデュオでやらせていただきます。幼くしてお子様を幼いお子様を亡くしたエリック・クラプトンが作った曲で Tears in Heaven。だいぶ練習しましたけど、やっぱり練習と本番は違うので非常に心配です。緊張が伝わってくるよ、キヨ君頼んだよ。Begging please,
I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven.幅広く聞くん、おかえりなさいまし。あと2曲歌わさせていただきまして、ファーストセットは、終了となります。次に歌う曲はですね、大好きな彼女、奥さんにもいいですけども、待っててくれるお家に早く帰りたい。You'd be so nice to come home to you guys. You'd be so nice to come home to you.You'll be so nice by the fire while the breeze is so high. Sang a lullaby. You'll be all the light of desire. After stars chilled by the winter, I'm gonna know.You'll be so nice. You'll be paradise.
で、オーラスです、次もまた恋愛の歌なんですけども、男性が女性に対してですね、君のことはシャンパンよりもコカインよりも最高さ、俺が君にメロメロさっていう、そういう歌でございます。I get kicked out of you です。どの手で遊んでるんですか、橋本武先生。感想入るんですよね。お待たせしました。マスター手が空いてます。ではここで次に休憩いただきます。